おお、これはこれは土方さんに起きたく、それに斎藤君も一緒か。伊藤、土方さん、あなたがいけないんですよ。あの時素直に私が局長になっていれば、新選組はもっと大きな力を手に入れられたんです。このように国を動かすほどの力をね。ああそうそう、君たちにお見せしたいものがあるんです。これが私の組織、五稜英治たちです。貴様、彼らは特別な訓練を受けましてね。おかげさまで新選組大使の頃より格段に強くなっています。では始めましょうか。行け、皆殺しにしろ。Oh, shit!
さすがですね。やはりあなたたちは別格だ。新選組を舐めてもらっては困るな、伊藤。ですが、何だと？言ったでしょう。あの頃より格段に強くなったと。斉藤君、ここは俺に任せろ。土方さん、城までもうすぐだ。ここでいつまでも足止めされるわけにはいかないだろう。竹千を止められるのは君しかいないんだ。分かったらさっさと行くんだ。土方さん、すまない。斉藤君、頼んだぞ。